ニュースマグビです。不倫デートを報じられた福原愛さん、日本では批判の声が上がり、台湾でも動揺が広がる一方で、中国の熱狂的なファンからは同情的なメッセージが届いています。中国版ツイッターといわれるウェイボーでの書き込みを見ると、不倫そのものを疑う人、福原さんにエールを送る人、夫に批判の矛先を向ける人まで、福原さん擁護の声が寄せられています。福原さん自身のウェイボーにも、中国はいつまでもあなたの故郷だ、子供を連れて中国においでなどの応援メッセージのほか、台湾人はひどいという反台湾的な意見まで集まっています。ニュースマグビ